バールレ・ヘルトフもしくはバーレ・ヘルトフは、ベルギーのアントウェルペン州の基礎自治体。2006年1月1日の統計では総人口2306人。総面積 7.48km、1 k 平方メートルあたり308人の人口密度。オランダ領内のバールレ・ナッサウという町の中に、多数の小さな飛び地として散在している。飛び地は全部で24。 基礎自治体の一つメルクスプラスのベルギー外の北、ゾンデレーヘンと呼ばれた、主要地は別にして、オランダ領内に20の飛び地と、オランダベルギー国境上に、その他3つの飛び地がある。同様に、ベルギーの飛び地内にも7つのオランダの飛び地がある。ゾンデレーヘン内には8つのオランダの飛び地がある。国境はとても複雑で、いくつかの家は、真ん中で2つの国に分かれている。かつて、 オランダでは法律でレストランは早い時間に店を閉めなければいけない時期があった。そのため国境上にあるいくつかのレストランはベルギー法が適用されるようベルギー側の領地にテーブルを移したり正面玄関をベルギー側にするようにしていた。その一方で2004年にベルギーがレストラン等の公共の場所での喫煙が全面禁止になると 正面玄関をオランダ側にしたレストランやバーが数多く出現した。ヘルトフはオランダ語で公爵のことで、これらの土地がブラバント公爵の領地であったことに由来する。ありがとうございます。